ちゃでかかったけど今。白子さん、お疲れ様です。お疲れ様です。本日もお仕事の時間がやってまいりました。もうでもこれが公開されることにはもう俺は遠征に行ってるわけでしょ。そうです。すいません、急遽で。で、本日なんですけれども。はい、で、今回行っていただく場所なんですけれども、遠征先が山口ということなので、山口といえばここだなっていう DML 依頼があったので、それをちょっと今回行っていただきたいなと思います。山口ってどこがあるよ。だって今見てる人たちはサバ顔を見てここに来てるわけでしょ。そうです。もう多分見ていただいてる視聴者さんも、ああ、あれねってなると思うんですけど、7つの家。なったわ。っていうところです。すごい満足そうな顔してる。7つの家ですよ。7つの家。日本に7つの家って言われてるところがあるんですよ。村とかそういうものじゃないです。カットしていい？すいません。で、本題に入るんですけれども、今回の DM 内容が7つの家に行ってほしいと。で、この7つの家では、実際にその7つの家に行った人からの DM の内容では、山の中にあるんですかね。木と木の間のところから人が覗いていたりだとか、後ろから誰かがついてきてる感じがものすごくする。まあでも、心霊スポット行ったら大体そうじゃない？大体そうですね。今回、そういった霊障が起きるということで、ただ、どんな幽霊なのかっていうのは、情報がないんです。だから男なのか女なのかとか、そういった情報がなくてですね、今回、どんな幽霊なのかっていうのを、白子さんに調査していただきたいなと思います。実験台調査員に対しての調査依頼、お仕事です。ああ、そうですね。とりあえず、取れるかどうかっていうのをチェックしてこいと。そうです。はい。で、今回は、最近ちょっと高齢化しちゃってるんですけど、またちょっとミッションを依頼したいなと思いまして。はい、最近僕ちょっとベーコンにハマってましてですね、ベーコンを使った料理作ってください。ちょっといいベーコン最近ハマってるわけじゃなくてずっと食ってるよねあんた。最近じゃないよね。俺出会ってからずっとベーコン食って見てるけど。ベーコンをアイスバーのようにかじるのが好きで。アイスバーのようにはかじらないよ俺は。白子さんはベーコンを使った料理をちょっと見てみたい、はい、ので、それを作っていただくっていうミッションを今回与えたいなと思います。で、視聴者さんの皆さんにも、白子さんに今後心霊スポットでどんなミッションをしていただきたいなっていうのも募集しておりますので、どしどしご応募ください。自分で考えるのめんどくさくなっただけだろ。待って、ベーコンは？ベーコンは、今回買ってきてないって、もう全部買ってきてください、白子さんが。ふざけんなよ。はい。今現地に到着しました。この先に7つの家があるということなんですが、今回この7つの家なんかおかしいんだよね。全ての情報がもう最初からおかしいとか言っちゃったら本末転倒なんだけど、US ジャパンとかテレビで取り上げられたこともあって、非常に不可解な現象っていうのはたくさん報告されているんですが、もちろん幽霊が出るっていう話は当然のことながらつぶやかれてるんですけど、大規模な神隠しが行われた可能性があるんですよ。皆さん神隠しって聞くと行方不明、なんか身近にあんまり起きてないようなイメージをお持ちかもしれませんが、年間約1000人ぐらい日本でも人が行方不明になってるみたいなんですね。47都道府県で考えたら1つの県に大体20人ずつぐらいいる感じになるんだよね、毎年。そう考えるとめちゃくちゃ怖いよな。思ったよりすごい静かだし、これは不法投棄なんですか？は？飛行機とかじゃないですよこの音。ちょっと分からんけど進みましょうか。山の中に突然と脇道があって、ここに昔7つの家っていうのが存在してたらしくて、で今ではもう数軒しか残ってないらしいんですが、まだその名残っていうのは残ってて、そこに住んでいた7家族7人じゃないみたいな、7世帯、何あれ、7世帯が姿を突然消したと言われています。化水槽があって、すごいなんかこう本当に廃道って感じがするね。標識も折れ曲がってるし、でこれは本当に何、マジで何、誰かいるってこと？不安、何これ本当に。テントじゃないね、これもだいぶ古いもんね。なんかバックパッカーが使う、寝るときに使うあのクッションマットみたいなのと、これはなんだ、これ多分コンプレッサーじゃないかな。コンプレッサーとフライパン、何一つとして関連性がないけど、なんかさ、この竹の分かれてる感じを見ると、こっちも道なのかなって思うけど、こっちはもう絶対に進めそうにないね。まあ、方角的には間違いなくこっちなんでしょうけど、右にも何かしらがバッと捨ててあって、まあ、ほぼ間違いなく不法投棄です。これも不法投棄の一部なのかな。にしてもなんかこう捨てる、え、あなたの夢が叶い心が晴れますように。めっちゃいい器じゃん。とりあえず先進みますか。怖いけど。もう時期が時期なら虫とかもさ出てきそうだよね。俺幽霊も嫌いなの。びっくりした。人形が落ちてんのかと思った。これは懐かしいな。なんか糊が入るやつだね。で iPhone のイヤホン、ライトニングだよこれ。ライトニングだから比較的新しいものですね。淡水、ちょっと待って、あれ家じゃないこれ。やばい、音がする。さすがに住んでない。誰かいますか？ちょっと先に進んでみますか。家の方には誰もいなそうだけど、森の方に何かいた。多分うーみたいな聞こえなかった今。気のせいか。いや聞こえる。みたいな女性のうめき声。神隠しにあったのに声を出したりするってこと。ってことは姿が見えなくなったのに、魂はここにあるってことなのか。今家の前まで来てものすごくやばいけど、ちょっと待って。近い。草も動いてないですけど、遠くでもどうする。そこに誰かいますか？いるな。まあこっちの方を見ていきたいんですけど、まずは7つの家、その全てを、いや今とりあえず行くか。入っていくしかないよな。もうあんな音鳴らされたら何かいるのは確定してるんですよ。人であれ、動物であれ、幽霊であれ。すごいぬかるみ。うわ、すごい。家の周りは回れそうにないけど、もう家というか外だな。どこからが、なんか落とした今。何の音？ちょっと遠かったな。ちょっとだけ中の方ちょっと覗いてみますか。人の名前が書いてある。間違いなく心霊スポットとして地域に溶け込んでるのは間違いないけど、このロープとかは一体何なんだ。奥にお風呂も見えるけど、倒壊の恐れもあるし、まあそっからはちょっともうすぐここで落としたけど、やばい、水の音するわ。ほら聞こえる。なんだ。一応2階もあるけど、2階には上がれないし、床も抜けててめちゃくちゃ危ないと思います。階段も見当たらないから、もう少しだけ中を覗いて。いや、特になんか残留物があるとかそういったのはないな。だけどもうこの隙間隙間から人が覗いてそうなのもあるし、周りからこの聞こえるパキパキ音っていうのが普段よりも重い。間違いなく生き物だっていうのが分かるんですよ。動物、人、幽霊、この3択で人ではないことはまず分かってるんですよ。なんだけど動物だとしても姿が見えなすぎて幽霊を疑いたくなってしまうっていう意味で怖い。こっち側にも家があるって思ったんですけど、こっち側には危険だから立ち入り禁止の看板があって入れそうにないです。奥にはおそらく2軒もしくは3軒家があって、完全に倒壊してる。もう建物が残ってるっていうよりも、もう建物の柱が一部立ってるっていうような感じですね。なんか俺の目がおかしいんかもしれないけど、この竹やぶの間からちょこちょこ人の顔が見えるような気がするんだよね。めっちゃ怖い。昨のせいか。ってことはまだ4件か5件しか見つかってないので、もうちょっと奥の方に進んでいきたいと思います。にしてもさ、すごいなんかこう冒険感、普段の街並みじゃ絶対に味わえないぐらいのこの閉鎖空間な感じ。正直ずっとパリパリいってるし、足がすくむ。何かが動いてる音がするんですよ。誰もいませんよね。普通に森の中に入っていったりするよりも、今何十倍も怖いかもしれない。少しずつ地面に不法投棄というよりも残留物、そんな雰囲気のあるものが増えてきましたね。なんか石垣があるね。うん、道路標識とかそういうのも出始めた。何の音だ。あ、これ5軒目か4軒目。何の音だって。これも家ですね、一応。だけどもう完全倒壊。一応これ横から見た図だと思うんですけど、ちょっと待って、何の音？なんか光ってる。あれ奥、何あれ。家はもう完全に潰れて屋根だけしか残ってない。残留物ももはや見えないですね。この家自体は車が光ってるんだと思ったけど、車の室内が明るく光るように設定されてるからか、異常に車内が明るく見える。光ってるわけじゃないよね。なんか光ってるって最初思っちゃった。なんか歩こうとする。こっちは崖だから歩くことなんてしないんですよ。いや、誰か歩いてる絶対。こんばんは。確かに7つの家で車が放置されてるっていうのはなんとなく聞いたってか、燃えてね、なんか大きな火事があったとかいう報告はないんですけど、とりあえず車を見てみましょう。こっち側にも道があるのか。いや、じゃあ人歩いててもおかしくない。確かに。なんでだろう。なんか車から目線が切れない。なんだあれ、建物か。なんか光ってますね。ほら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 、なんかちょうど子供ぐらいが走り回ってるみたいな。わかるこの音。ほら、とっ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 とみたいな。とりあえず立つわ。この車はなんだ。かなり古いと思うけど、今となってはレアな車だったりするのかな。書いてますね、セフィーロ。もう形的に、ああ光ってるのあれタイルか。やっぱびっくりした、今ライト照らされたかと思った。形的にもう人気になりそうな形はしてる。でもなんでこんな車がこういうとこにあんの。窃盗車とかなのかな。ちょっといろいろ見ていきたいけど、僕は今もうほぼ窃盗車を乗り捨てたんだと思いました。これね、硬いものに車をこう運転しながらぶつけないとこういう傷ってつかないんですよ。なんでこれは間違いなく人が運転してぶつけたりしてたってことだね。大事に乗ってない感があるから。あ、こういう車って多分好きな人しか乗らないからさ。日産だしね。日産ってなんかこう好きな人が乗るイメージあるじゃん。だからそういうこと考えると、やっぱりあっちから見られてる気がする。気のせいか。おそらく盗難車を事故らせて乗り捨てたってことだろうね。すいません、中覗くだけなんで少しだけ。中に入ってるものも、まあ、瓶だったり、まあ、酒の瓶でコーラの缶、コーラビールの缶か、それくらいしかないので、特に強力な残留物があるとかそういったわけではなさそうですね。一番怖いところ、そこで今回のミッションはベーコンを焼くっていうミッションがあります。いるよね、なんかほら、もうやめて、音で惑わすのは本当にもうやめてください。これはなんだ。あ、なんか懐かしいな。集まれドーナツ見てたわ。絶対なんかいるって。ほら、なんかおかしい、これ地面の、これ電信柱だ。電信柱が倒れて、ってことはやっぱりそのここってモデルハウスの状態で放置された、倒産して放置された説と、住んでた人がいていなくなってしまった説があるんで、俺は住んでたんじゃねえかなって思うんですよね。だってモデルルームのまま倒産したらこんなに残留物が残るわけがないもん。でこれが家。でもなんか家の外側しかなくない？ちょっと待って、でももうこれ、あれ？もう家の中だな。ほらこれ基礎だよ。建物がないだけで家の中だ。金属音だと間違いなく。あ、この音はもう一旦無視することにします。身に危険を感じない限りちょっと進みますね。や待てよ、これは何、一軒家にこんなものはないんですよ。この貯水槽みたいな、あるんですか？誰かどっかから立って見てるみたいな、そんな足音がさっきからするわ。ん？焦げてない？火事の報告とかないからさ。いや絶対に燃えてるねこれ。もう100燃えてるよこれは。でもこの廃墟群が火事になったとかいう報告もないし、ネット情報にも一切そういうのない。間違いなくこれは火事。ほら、人知れず火事になったってこと？人知れず燃えて、人知れず終わって、人知れず倒壊したってこと？なんかザワザワしだした。こんだけ大規模な火災になってんのに。どういうことだ。もうちょっと探してみる。これまだ6軒目だもんね。5、6軒目。こっち側にもさっきね、見えたんですよ。石垣みたいに見えたんですよ。これも家でしょ。結構、そして家のこの基礎を見る限りでかいんですよ。このでかさから見るに、あれはお風呂じゃない？なんか分解して燃やしたわけじゃ絶対ないのよこれ。バラバラに崩して業者がその後燃やしたわけじゃない。立ったまま燃えてる。すごい音するけどどうしようもないからせんべいから、ほら。このお風呂とかも焦げてるし、いやこれもう絶対そうだ。ほら、家の水はけのこのパイプがこれ燃えてるんですよ。気泡立ってるの分かる？ほら、燃えてブクブクなってるから、この家は分解される前から火災にあって、もうほぼ灰になった。全焼とかのレベルじゃなくて、この基礎の1個上までほら灰になってるから、もう全焼の域を通り越えて完全に燃え尽きてるって感じだな。ずっとこの下まで埋まってんのか。やばい。一応7つ見たんで、僕が一番怖かったところに行ってご飯作りましょうか。はい、今一番怖かった廃屋に戻ってきて、これからミッションであるご飯を食べたいと思います。今回の、ミッションがベーコンを焼けとのことだったんですけど、こんなところで焼くベーコンっていうのは何か意味があるんかな。今貧乏中年ね、11万人突破したということで、ありがとうございます。美味しく作れるかどうかわかんないけど、今回買ってきたのはミッションであるベーコン。とろけるチーズ、今回ナイフとか持ってこれなかったんで全部食べれるえのき、ミニトマト、こちらを焼いていきたいと思います。あのね、もう間違いない、はっきり言ってえのきはもう残してもしょうがないから全然いいです。 SD ニークスパイス、これをたっぷりとかける、びっくりするからいく。3分の1、バターガーリック。そしたらここである程度炒めたらトマトを投入するよ。あ、間違った。あ、間違った。トマトを入れる。いい感じに焼けてきたらトマトを先に真ん中に寄せてチーズをこれを溶けるまで待ちます。最後に入れたいのがこちらを、あ、もうチーズもだいぶ溶けてる。ああ、いい感じ、マジでいい感じ。皿もあるけどこのままいった方がうまそうだからこのままいきます。何の音？このまま先いただきます。音がなくなった瞬間他の音聞こえるの怖えわ。もうこんなとこじゃなかったら最高だぞこれ。めっちゃうまい。このバジルとこのえのきとベーコン、これも全部一緒にいきたい。トマトも全部。キャンプ YouTuber になろうかな。米なしで食うならマジでこんぐらいがちょうどいいかもしれない。ごちそうさまでした。聞こえた？なんかライトがチカチカしてる。めっちゃでかかったけど今。見に行ってみようか。間違いなくこっち側からの音だった。カサカサ言ってる。絶対なんか割れたよね。この辺か。あれは最初に見た残留物なのか置いてるものなのか分かんないけど、間違いなくこの辺だったと思う。音の感覚的にもうここら辺しかないんだよね。それかもうこっち側。びっくりした。虫が。でも最初ここら辺で確かなんか鳴ってるって立ち止まったよな。でこのロープは何？不思議な場所だな。皆さんお疲れ様でした。今回の7つの家、はっきり言って心霊というよりはミステリーに近かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、探索してる上で当然不可解な音が鳴ったりとか、心霊スポットとなる理由としてはもう十分すぎるかなというふうに思うんですけれども、奥の火災だったりとか人が消えたっていう噂、それをこう隠蔽しようとする噂、もともとそこは人が住んでなくてモテルルームが点在してた場所ですよ、人は住んでなかったですよっていうふうにね流れる噂っていうのがどれが本当かわからないんですが、でも公表されてないものがあることはもう確実だし、そこに人が住んでいた形跡があるのかないのかでいうとちゃんとあるので、そういったところが僕は今回こうミステリーをなんかこう感じるなというような感じでございました。で、今回の恐怖レベルなんですけれども、心霊幽霊においては 2.5、 ミステリー込みで3でよろしくお願いします。はい、ということでまだまだ貧乏中年 TV のゴールデンウィークが続いていくわけですけれども、5日にですね心霊スポット大コラボ会ということで建物の動画が上がりますので、ぜひ一緒にプレミア公開で見ましょうということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。